タイトレーションとは薬剤の容量の調整のことである。この記事では、疼痛管理においては、低容量から始めてその患者の疼痛を抑えられるだけの分量まで増やすという疼痛の管理について主に記述する。調整には、除法製剤と早っぱなし製剤の適度な処方が求められ、効果のあるなしや眠気などの副作用の現れ方を基準として量を調整する。 レスキューを用いることもある。オピオイドは低容量から始め、除痛効果と副作用を観察しつつ、鎮痛に必要とされるだけの容量が決まるまで、段階的に速やかに増量し、最適容量を決める。そのため、患者がどの程度で痛みが収まるかまで、少しずつ増量していかなければならない。また投与は、一定の時間を空け、規則正しく使用すべきである。その後は、 前回に投与した薬の効果が切れる前に新たに投与を行うことで痛みを継続的に抑える必要がある。オピオイドの増量は1日単位で前回投与量の30%から50%を用いるのは難しい。フェンタニルパッチは3日に1回貼り替えることになっているため容量の細かい調整が難しいからである。そのため フェンタニルパッチを使う際には、モルヒネやオキシコドンなどのオピオイドでタイトレーションを行って投与量を定め、突然出現する痛みへのレスキュー投与などを行ったしかる後に、それらのオピオイドの投与量に相当するだけのフェンタニルパッチの投与量を定めてから重複することになる。フェンタニルで速やかに痛みを取り除くには、点滴静脈注射でタイトレーションを行うことが可能である。 フェンタニルパッチは低用量製剤であっても効果発現には12時間必要である。また、最も低用量の場合でも、モルヒネに換算すると、1日約3 0ラムに相当する量なので、3 0ラムよりも低い投与量で痛みが収まる場合には、フェンタニルパッチの使用は過剰投与になる可能性もある。したがって、最初からフェンタニルパッチを投与することは、 適切とは言えない。眼頭痛治療の基本原則は、患者の痛みの強さや症状に対して綿密にアセスメントを行い、オピオイド早っ放し、製剤を少量ずつ投与することから開始し、鎮痛効果と副作用を見極めた上で、患者に必要な投与量を設定することにある。フェンタニルパッチの場合は低用量であっても、この原則には当てはまらない。また、痛みがなく、かつ、 眠気がある場合には30%ないし50%の減量。逆に痛みがあって眠気がない場合には同率での増量を行う。不快な眠気がある場合にはオピオイドローテーションを行い、レスキューが有効な場合にはオピオイドを増量する。逆にレスキューが無効な場合には鎮痛補助薬を使う。ありがとうございます。